そこは抹茶を使った菓子が絶品でね。ぜひともお嬢ちゃんに食べてもらいたいんだ。さ、こっちだよ。おや、そうかい？俺の早とちりか。でもそれはそれとして、甘味どころはどうだい？そうかい。残念だね。お嬢ちゃんと甘味でも食べながら仲良く語らいたかったのに。それはまた次の楽しみにしておくよ。お嬢ちゃんの都合のいい時に声をかけておくれ。待ってるよ。ん？なんだい？石川五右衛門って、あの泥棒の？どうしてまたお嬢ちゃんがそんなことを知りたがるんだい？興味ね。ま、確かにあちこちで話題に上っているからね。ま、俺もとびきり詳しいとは言えないけど、いろいろと噂は聞いてるよ。なんでも石川五右衛門は、大の甘党なんだとか。実はさっき言った甘味どころが五右衛門のお気に入りなんだそうだよ。そうそう。ねえお嬢ちゃん、やっぱり俺と一緒に行かないかい？そんなに時間は取らせないよ。五右衛門の話が聞きたいんだろ。甘いものでも食べながらどうだい？そう来なくっちゃ。よし、早速行こう。さあお嬢ちゃん、この菓子がここの名物だよ。早速食べてごらんよ。どうしたんだい？せっかく来たってのに食べないのかい？ねえぜ、本当にいくらでも食えんな。そうだろう、これがこの店の名物なんだ。うめえ。最近じゃこれを目当てに京以外からも人が来るって話だ。へえ、そりゃ景気がいいな。まったくもって羨ましい話だぜ。なんだい、兄さんは景気良くないのかい？からっきしだね。どっかに稼ぎのいい仕事でもないかな。俺、腕に自信はあるから、どっかのお屋敷の用心棒なんか最高なんだけどな。用心棒ね。そういえばどこかの屋敷で結構な人数を募集していたはずだったけど。へえ、そりゃいいね。詳しく教えてくれよ。お嬢ちゃん、もしかして甘いものが苦手だったのかい？だろう？いやー、よかった。そう言ってもらえて。
いいんだよ。さっきのお嬢ちゃんの様子から見るに、この菓子は初めて食べたんだろ。初めて見たものに戸惑うことは誰だってあるものさ。だから気にすることじゃないよ。それに俺の方こそ強引に引っ張ってきたじゃないか。本当は来たくなかったんじゃないかと思ってさ。それを聞いてほっとしたよ。だったらこれからもお嬢ちゃんを安心して口説けるってものさ。いいじゃないか。これからもいろんな美味しいものを食べさせてあげるからね。で、お嬢ちゃんは一体どこから来たんだい？いや、あまり今日の街に慣れてないみたいだし、どこの子なのかなって。それは？なるほどね、確かにそうだ。じゃあまずは俺のことをお嬢ちゃんによく知ってもらうことから始めないとね。そんなことよりってひどいね、お嬢ちゃん。俺そこまで五右衛門のこと詳しいわけじゃないんだけどね。言っただろ、とびきり詳しいってわけじゃないって。噂話程度だよ。なんでそこまで知りたいのかね。ま、せっかくここまで来たんだ、甘味を味わいながらゆるりと行こうよ。じゃあお嬢ちゃん、また一緒に遊びに行こうね。エンジュ、あなたもここに来たのね。ええ、ちょっと怪しい男を見つけたのよ。その塀の陰から向こうの通りをそっと覗いてみなさい。物音を立てないよう注意するのよ。あの男、さっきからこの辺りをずっとうろうろしてるのよ。そう、しかもね、ちょっとあの男のさらに向こうの通りを見てみなさいよ。なるほど。思っていたよりも一軒一軒の屋敷の敷地は広いようですね。他の通りはどうでしょうか。引き続きこの辺りを見て回りますよ。は。わからない。でもあの男はどうやらあの二人組の後をつけてるみたい。しかもあの二人組、武家町を見て回ってるみたいなんだけど、ただ見て回ってるってだけじゃないのよ。道幅や塀の高さなんかも調べているみたい。
これってもしかして盗みの下調べなんじゃないかしら。そう、あの二人組もしかしたら石川五右衛門の仲間かもしれないわよ。そしてあの男は私たちのように石川五右衛門を探るよう依頼された忍びなんじゃないかしら。し、声が大きいわ。とにかく目を離さないようにするのよ。失礼いたします。お屋敷に戻られた方が良いかと。ん？どうしてです？今日は別に何の予定もなかったはずですよ。先ほどからこちらをつけている輩がおりますので。そうですか。ならばこうしましょうか。どうです？面白そうでしょ。御意。やっぱり男の方は二人組の後を追ってるわね。でも町人に知らせた方がいいか。ちょっと私町人を探してくる。エンジュ、あなたは後を追って。どうです？相変わらずついてきています。そうですか。ならばそろそろ頃合いですかね。よろしく頼みましたよ。御意。さて、うまくいきますでしょうかね。娘、貴様も仲間か。